さあマルコ君一番で、こんばんは、こんばんは。アルバは残るけど、デストがミランで言ってた二人は来ますデストがミランで言ってた二人は来ると。てなると、これね、訳わ,わかんないのがこれさ、マルコス・アロンソをむちゃくちゃ信頼してるってことなのキャビは。だってさ、アルバよりもバルデみたいな序列になっていじゃん。でもともとは、バルデを出さないで、アルバとアロンソで行きそうだったじゃん。 そしたら、今、バルデンになって、で、この時に、じゃあ、アルバ出す、言って、で、アロンソ来るで。で、アルバの給料がめっちゃ高いってことなのアロンソ、でもいずれにしろさ、絶対アルバの方がいいから。<laughs> <laughs> そこの補強方針のブレみたいなのも気になるんですよね。あと、ベジェリンとデストだとサッカー A 級の差がすごいから。うん。だって、ベジェリンは中取れないからね。 アップダウンするだけで。いやもうほんと。だかか前、昔さ、いや、チャリの補強だけ怪しいんだよな、みたいな話、前してたじゃん。その時は、なんかこう、やれよさんの好みじゃないだけでしょ、みたいに言われることもあったんだけど、もうだいぶさ、あの頃言ってたのが具体化してるよね。あれば給料高いでもそれもさや、あれば給料高いかもしれないけどさ、あの、組んでとかさ、 あ、誰そう、そ、そこの、あのー、補強行ったみたいなやつあるじゃん。あんまヘナトリスとかそうか。なんかその、その補強しなくてもなんとかなってるみたいなさ。とか、ベジェリンとかも取んなくていいしね。いや、すごいよな、なんかな。おばめプラス1400万ユーロで。え、え、バルサが払うの え、千、おばめ、千四百万ユーロプラスアロンソでおばめじゃなくて。え、俺も、え、どっちそう、俺言ってた方だよね。書き方違う。だよね、チェルシーが払るびっくりしそう。いやでも普通に、アロンソ、アロンソ、対人弱いけどなラリーガーだったらいけるのかなプレミアの相手のアタッカーの問題であれなだけで。 完全にアルバ被害者だよって思って。いや、そうだよね。で、アルバー放出候補って言ったら、トルチンも多そうだけどな。いや、アロンソ、スペイン人が得意なワンツーとかで簡単に剥がされそうですうん。いや、それよりも普通にね、ドリブルで相手の重心の逆つける選手弱いの。あの、大股すぎるから、アロンソの対陣って。だから、反復横跳びさ、肩幅よりも開いていくとどんどんやりにくくなるの。その感じで対陣するとき多いし、あとちょっと前期姿勢だし。 ね、アルバ残留決まった、そういうね、まあそのまあ、残留決まったら嬉しいけど、その出そうとしてることで、出そうとしたってことはその給料面で、アルバ出してアロンソ来た方がそが給料のあれいけるってことなのかなとか、それぐらいしかさ、アルバよりアロンソの理由って、あとまあロングクロスとかヘディング、いや、でもサイドバック、中入ってってね、逆サイドから仕留めるみたいな戦術でもないしな、本当そうなっていくのかね。 で結局さ、アルバ残留するバルで出てきたアロンソクルって、それ給料圧迫してんじゃん。<laughs> どういうことなんだろうね。